ザウバーザウバーおはようございます。おはようございます。朝の5時57分。いや5月3日朝の5時57分、千葉県での朝です。今からどこ行くんですか、ね、今からポポさんのお家に行って、はい、ポポさんのお家からまさかの成田空港に行ってからの大阪号。大阪号か来た。空四駆。完全に空四駆。空四駆ですか。じゃあ空港着いたら、じゃあとりあえずストレート誰が一番早く決めますか。楽しそう。空港でストレート誰が一番早いか。楽しそうだな。あと滑走路ナンバーワン選手権もやりましょう、ね、滑走路はもうマシンがどっか行っちゃいますね。大阪でやりましょう。お待ちしてくれてた皆さん申し訳ございません。1日間ぐらいね動画アップロード遅れちゃったんですけれども、今回はゴールデンウィークに行われたバッドヘッズ×COB グランプリ2019にね参加させていただきました。まずはですね、このコースを見ていただいたのは分かると思うんですが、3レーンのコースなんですよ。こんだけ大規模な大会にもかかわらず3レーンのコースなので、おそらく3レーンの大会の中では最大級だと思われます。で、今回の大会も1000人近くのね、レーサーさんが集まって、まあ、この大会行われたんですけれども、まずはね、その前日に大阪に入ったということは、もちろんね、大阪を楽しむということですよ。大阪入りして何をしたのかって言いますと、まあ、マシンを作るのもね、もちろんのことなんですが、やっぱりね、大阪という街をね、楽しみたいなと思いまして、まあ、通天閣。そしてね、ヤシマホビーさんに行ってね、ヤシマホビーさんで、ウーアチャンネルね、ゲームチャンネルに、ゴシックっていうメンバーがいるんですけども、そちらの人はね、まだミニ四駆未経験。で、今回のね、大会に参戦させてみようかなと思いまして、ミニ四駆ってめちゃめちゃ面白い。もうやってる人は分かってんじゃん。でも、やってない人が、日本で最大級の、本当にね、人気のある大会に連れて行ったら、どういった感じになるのかっていうのもね、気になってたところだったから、今回はね、ゲームチャンネルメンバーゴシックも含めてバッドヘッズ&COB グランプリ通称バッコムに参戦してまいりましたので、そちらの模様をご覧ください。どうぞ。はい、ということでこちらが名村乗船所跡地バッコム開催前のね様子の動画になるんですけども、見て、まず車は満車。そしてさらにこれまだ朝だからね、朝の9時前の状態です。バッコムに参戦する方たちがもうこんだけ並んでるの。もう軽くね、1000人近くはもうすでに並んでるんじゃないかなといったような感じです。いや楽しみだ。あれは何をやってるんですかね。あ、怒りの上にアンカーマシン乗せてる。あ、チェックしてる、チェックしてる。うわー、会場内大盛況で、皆さんもすでにバッコブを戦うね準備を進めている感じですね。ちょうど入る。どうしよう、ちゃいます。いいな、これ。はい、今日はゴシックさんも来てます。えい。ウーア従業員のゴシックさん来てます。これ、初の。ゴシックさん、初のミニ四駆。そうっすよね。これがゴシックが初めて作ったアバンテアズール。セッティングとかこう形はね、基本的なものから入って、ファーストトライキットに FRP とローラーをカスタムしたような感じですね。初の大会で勝てたらいいね。よし、さあそれでは1回目の練習走行に行ってまいりたいと思います。行こう行こう、頑張って。
ということで、まずは練習走行になるんですけれども、まずはね、この一番の、難関の一つでもある、アイガースロープをね攻略するためにバンクズリズリでいっております。白っ子今後方大きく最下位ですね。でもねこれがね意外と重要なんですよ。ブレーキをしっかりバンクで当てて減速させない限りこのアイガーは止まらないので、はい、2周目でね前のお二方は飛んでしまいました。ここのね我慢がめちゃめちゃ大事。そして今回のセッティングは、ギア比4対1ハイパーダッシュ、電圧が 2.6 以下でしたね。そして今回の完走タイムが33秒と。でもねさっきのタイムで優勝できないのは知っていたので少しずつね、速度を上げていくことにしました。で今回やってみたのが、まあ、ブレーキを少し抜いてみる。そうするとこれ見てください。はいね、アイガーがかなりねギリギリになってしまってもう危険なんですよね。危険でしかないからこれはダメかなと思っていたところですね、まあ、もちろんこれもコースアウトしてしまうという結果でした。はい、さあ一応一次予選1回目まだゴール付け持ってるから練習走行なんでちょっとね1回目の感想よりも少しだけちょっとブレーキを抜いていってみたいと思います。ということでね、ゴール付けを所持していたので一次予選もね練習走行となります。ですので、ね、なるべくタイムが出るところでね合わせていきたいですよね。ということでね今回はちょっとタイムの出る速度に合わせてバンクズリズリではあるんですけれども、まあねブレーキはズリズリ、パワー数は少し高めといったような感じになってます。ただねこうアイガーのところはねしっかりコースアウトできてるんですが、やっぱ速度が乗りすぎるとね下りが危ないということで今回もコースアウトで終わりました。ただねブレーキの感覚はつかめたかな。そして一次予選の2回目ですね、先ほどのセッティングよりも少し電圧をかなり下げて、さっきがね 2.75 とかだったんですけども、今回は電圧を 2.6 に抑えて走ってみました、まあ、そしたらねなんか割と飛距離も合うようになって、まあ、いい感じなのではないかなと思われたんですが、こうやっぱりねこう見て真ん中のスロープここがね飛び越しになってるから、ここの部分をどうにかしなきゃいけないっていうことは、このリズムを取らなきゃいけないということだったんで、まあ、リア側をですねちょっとブレーキを変更して、あと本番の、ね、2回戦に合わせていきたいと思います。それではですねチームメンバーの走行動画ご覧ください。どうぞ。さあ第1回戦ラッコさんのレースになります。勝ってほしい、これを勝てば2回戦ですね。スタート、最内ラッコさんが逃げます。逃げていますが、さあそんな相手との距離は離れてない、ちょっと縮まっているかのようにも見えますね。さあここでまだ前を走ってますね、まだ前を走っていますが、ちょっと追いつかれそうだぞ。さあ近い、大丈夫か、いや抜かれたかな、抜かれてる。さあラッコさんこのまま逃げ切られてしまうのかと、逃げ切られたんですが、なんと勝ったレーサーさんゴルチケ所持者でした。続きましてゴシックさんの体感なんですが、これ左側見てください。なんかゴシック撮影しようと思ったらゴシックがなんか帰ってきてるぞ。あ、なんかあマーシャルの人と喋って戻れと言われているが、あ、あれどうしたんだこれは。ゴシックさんどうしたんですか。ちょっとテンパリが大会並んで電池が入ってなかった。電池入ってない。あら電池が入ってないゴシックさんは置いておいて、ポポニキのレースですね、さっさとして。さあやはりバンクをしっかりすらせてポポニキが行きます。ちょっとバンク強すぎる気もしますが、これはですね4玉でね皆さんで練習した絶対にアイガー浮かないでしょうブレーキをね今使用してます。アイガーもしっかり浮かない、ペタッとこうアイガーでね飛ぶことがないようにね今回考えたブレーキなんですけれども、さあ4玉での白っ子の研究が生きるか。さあファイナルアップ、これを決めればコースアウト率かなり高いこのレースで完走勝利を手に入れることができます。ポポニキ2回戦進出おめでとうございます。個人的に大注目のゴシックのレースですね。真ん中のレーンからスタートします。初めて作ったミニ四駆モータートルク中でどこまで通用するのでしょうか。さあ最後方からゴシックが、おっと2人ともコースアウトしてゴシックスーパーチャンス、スーパーゴシックチャンス、はい来た、あれ2枚着地が入らない。音楽と合わない。
会終わったんですけど、どうでした？惜しかった。惜しかった。惜しかった。うん。ちょっと悔しさあります。悔しさがある。ある。ミニ四駆自体は面白い。ハマるねこれ。これハマる？ハマる。一回やるとやばいでしょ。男の子はね特にやばいんですよ。こちらの方が。どういうことね。ああ。近い。じゃあ今勝ち上がった人たちが何名かいるんで、はい、敵を打ちに行ってきます。いってらっしゃい。さあなんと再抽選3回目の一次予選でゴシックさん当選したようですね。これね156。これで負けたら終わりよ。終わりやね。単独の賞味期限とか。ああ、そういうことあるね。練習速攻は入ってたし、そうそう、入る可能性は残しつつの3度目の正直、これ決めたらかっこいいよ。決めたらあマリコも来る。やるよ。さあゴシックさんの最後の一次戦、本番で完走することができるのか。ゴシックさん運命の佐藤スタートして最後方からスタートですが、なんとか繋いでいますね。本当はね、ごめんなさい、1位のマシンを移すべきだと思うんですよ、ミニ四駆 YouTuber としては。でもね、ここはねちょっとごめん、ゴシック取らせてください。本当にゴシックに今回はね本当に感想してほしくて、みんなでねやっぱりアドバイスしながら、そしてねゴシックのいやこうやりたいっていうのをね入れていきながらやったんでね、この難しいコースをゴシックが1日で作ったミニ四駆で完走できるのかどうか。1位の方ゴールされたんですけど、ゴシック無事完走しました。Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...